やっほー、わー、隊長はん意外やわ。せっかく飲み相手になってくれると思ったのに。ザ、おばんです。おばはん、何、ふん、あなたがジャーリアさんざんすか。想像とじゃ、昔人石を祭り出した聖女で仙女のように舞う。いや、そんな偉いもんちゃうね。いいざますわ、あなたこそ。ほう。ごめんなさい、なえと申すざます。ご覧の通り、ただの女。今は東方古外のアンコン祭を主催させていただいているざま。アンコン祭というのは東方古外の由緒ある祭りで、巫女に伝統の、それがモンスターのせいで、元の巫女がもうすぐアンコン祭の日ざますが、なかなか祭りの経験がありながら、でももう大丈夫、ジャリアさん。祭りか。昔はうちもずっとしとったけど、梵天様、あるいは芝様への聖武やったらええけど、どう。それにこのバーのマスターが仕事全部うちに押し付けてくるさかい。中央町の分もあるし、堪忍な、よそに頼んで。でももう頼めるものが、うち的に言わせてもらえば、祭りの経験のある女の子に踊り教えたったり、またうちやなくても全然いけると思うで。うちはな、やりたいことしかやらん主義や。頼まれるとか。ほな、お客はんが呼んどるんで、ごゆっくり。はあ、素直な娘さん。天命もアンコン祭を行うなと。いえ、時間があまり残っていないざます。アンコン祭はもう間もなくざます。10年に1回行う祭りで、縁舞を舞えるのは彼女しかおりま、うん、そうざます。ジャーリアさんって何。ほう、この都市の一部を砂漠にして、その名、お酒。よし、わかったざます。今度こそ絶対にジャーリアさんをせ。なんや、出前か。おいでやす。やっほー、おいでやす、隊長はん。それにそっちは、なえはん。うち言うたやん、かぐ。今日は飲みにやってきただけ。さよか。ほな、問題なしや。なに。まずはつまみだけでいいざます。お酒なら自分で持ってきたの。お客はん、うちはこれ、1962年もののスコッチウイスキーざます。まあ、常連はんやさかい、多めに見て。うち一応まだ仕事中やし、ちょ、ほな、健康のために。せやせや、あの酔っ払い、酒が有毒やさかい、溶岩を飲んで口すすぐ言うて、結局うちに頭坂亀に押し込まれて店の、うんうんうん、あー、なー、この命の水、
ことあらへん。飲み始めたばかりやん。まあ、もう隊長さん、あちらでまた2本ほどお酒を追加してくるざます。どこかの学校のダンス部の女子か。コミケの巫女コスプレ、ヒーローはんか。意外やわ、あの人が祭りで踊れるなんて。そや、グッズおもろそうやから見に行かな。はあ、あのな、神様ってユーモアのわかる人たちやないねん。中途半端な巫女が目ん前で下手なタップダンスなんて踊ってみ。なわけあるか。こう見えてもうち小さい頃からまっ、うちは物心つく前から祭り、かー、これは聞き捨てならんな。そこまで言うんや、上等や。参加したる。聖女と呼ばれと、出前か。ガラピアも喜んで売りますわ。おいでやす。おいでやす。おいでやす。上等や。参加したる。聖女と呼ばれとったこと。あれ、確かにうちの声やけど。おかしいな。チートも覚えとらんねんけど。まあ確かにオーケーって言ってるさかい。今さら言い訳。では早速神楽舞を教えるざます。え、なえはんが？
祭りも神楽舞もできるんなら、苗班が巫女をやったらええんやんか。ジャーリアさん、私みたいな中年女性が巫女服を着て神楽舞を踊って、若くて綺麗な娘の方がいいに決まってるざます。はあはあ、なんでやろう、どないしても。ジャーリアさん、嫌なら言い訳せずにはっきり。そういう問題ちゃうねん。まあええわ、はよ済ませてバー帰りたいし。来て誘ってくれて、飲みに来て、でわけわからんと OK って返事してしもて、ほんであれ、苗班ばかりやん。他の人、祭りって行さんの人が手分けして手配するもんやから、全部苗班だ。あ、すまへん。あ、せや、お兄さん、ちょ待って。ああ、そうだけど。東方古街のアンコン祭の担当者って苗。アンコン祭？苗？なんだそりゃ、なんの。聞いたことあらへん。邪魔したな、若すぎるから知らんだけかもな。うちの書店の蔵書はね、東方古街で一番古いと断言は。お、あったあった。うん、この本に違い不思議なことをたくさん記録してる。読んでみてください。あら、ごめんなさい、老眼なので間違えてしまう。この一冊です。ほんまかいな。あ、そして最後のページ、それは40年前の話です。あの時私は初恋の相手と、その頃から暗婚祭は禁忌とみなされ。一度もね。なあ隊長班、ちゅうことはやで、今回の暗婚祭。やっぱ怪しい。怪しいわ。こそこそ禁忌を覆そうとするなんてろくなこと。あ、そうや、暗婚祭が生死の窓を開くって書いてあったな。死傷者まで。それは断言できませんね、他の人々のように。ちゃう、可能性あるんやったら止めに。とりあえず苗班の真の目的調べな。おいでやす。
いでやす。おいでやす。指示通り来たけど、ここ洞窟やんか。なあ隊長はん、もっと。おや、ずいぶん早かったざます。いやあ、ないはん、こない真っ黒な洞窟の中で。ごめんなさい、お伝えし忘れたざます。アンコン祭はあまでは、人も揃ったし、もう時間ざます。生きる者の花向け、死者の未練、生と死はここで巡り合い、アンコン。どうしたざます？なな、ナエハン、東方古外のアンコン祭なのに、なんでこ…祭りとはこういうものざます。関係者以外は参加できない。ちゃうやろ、いろいろ調べたんやけど、ずっと昔ん時はアンコン祭にさ…調べた？一体何を？まあ、その時からアンコン祭が東方古外に禁忌とみなされ、せやから今回のアンコン祭は、うちらは真相を知りたいんや。神楽舞を踊るかどうかは、もしブラックゲート開こうしとんのや。あ、待ち、逃げんといて。隊長はん、穴へ慌てて、うちらの推理が。ここらへん暗すぎやわ。どこか。隊長はん、あっちはどない？見つかった？それは外れざます。キナサンナ、あなたの命は奪いたくない。だから動くでないザマス。やめて、隊長班から。隊長さんを傷つけたくない。だから近寄らないザマス。このアンコン祭のために、一人で40東方古外の人々の目を盗んで、アンコン祭について研究し、全ての準備を整えて、ようやく私の願いを実現させることができるのに、この最後の最後に、すべてだからお願い、これ以上近寄らないざます。戻って神楽舞を踊って、このアンコン祭を早く。わかった。他の選択、隊長班を傷つかせるわけにもいかへん。これで終わり？ありえないざます。こんなに完璧な神楽舞を献上したのに、これでか。残念やな、ナエハン。あんたが何企んど。いいえ、ありえない。何が間違ってるというざますか。まったく、一体よく考え。隊長班、
おいでやす。目を覚まして、隊長班、隊長班、起きて。びっくりした。よかった、一生起きてくれへんかと思った。動いたらあかん。さっき召喚した坂亀が重かったんで、隊長班がうちの合図を理解できへん。申し訳ないんやけど、他の方法があらへんかった。あそこにおるで。終わった。全てが終わったぞ。40年間の努力、無駄だった。ナエハン、うちらはあんたのし、ひょっとして40年前開いたあれがブラックゲート。ブラックゲート、何の話ざます。私はただ、せえ、つまりアンコンサイってほんまに。そうざます。私はこの目で見たことがあるんざます。40年前最後のアン事故が起こったやつ。何が。アンコンサイが生死の窓を開くというのはただの神話だとみなされていたざますが、40年前巫女が完璧な神楽舞を踊って、その伝説が現実になった。心の準備をせずに祭りに参加した人々が死者の声を聞いて混乱し、皆押し合い、うちの姉も私を守るため。へえ、なるほど。モンスターのせいやなく。はあ。そしてずっと私の世話を見てくれていた姉はあっという、悔しくてたまらないざます。だから40年にもわたって準備していたのも姉と別れを。はあ。そんだけ。やったら直接言うてくれればええのに。アンコンサイは禁忌だった。たくさんの邪魔と反対を乗り越え、ようやくアンコンサイの。あなたたちもあれが禁忌だって知っていたから。私、まあ禁忌になったんは知っとったけど、ただせやけど普通のお祭りやったら。あれは普通のお祭りじゃない。奇跡を起こして生死の。確かにすごそうやけど、うちはな、奇跡を起こす巫女や。うちにとって死者とこんなお祭りやったら、しほな見せたるわ。このありがとう。けどもういいざます。さっきの神楽舞だって完璧だったのに、アンコンサイのために手段を選ばなかった私に対する神様の天罰か。ちゃうで。うちはそんなに東方古外の神様に詳しないけど、経験であることや、神様は望みを聞き入れるために心、つまり言うてみりゃお祭りん時に一番大切なんは。せやから巫女も敬虔な心で神楽舞を踊らなあかん。隊長班が脅迫されとって神楽舞をいやいや踊っとったうちに敬虔。今やったら。そうざます。あれ、これは。この風景、40年前とそっくり。もうやった、ついにやったざます。ナエ、お姉ちゃん、お姉ちゃんなの。40年経ってついにお姉ちゃんと話せるように。うん、謝るべきなのはこっちの方よ。違う、お姉ちゃんは謝る必要ない。謝らない。40年間私のせいで
あなたはずっと苦しん。違う、お姉ちゃんのせいじゃない。ごめんね、お姉ちゃんが去ったのが早すぎたから。あなたのそば、これからもちゃんと生きていて、また会えるから。でもそれは今だから、私に縛られないで自分の人生を。さあ隊長はん、依頼はもう済んだんやし、苗栄班の願いももう十分でっしゃろ。見ればわかるで、苗栄班はな、もういっぱい聞いたことやろし。って、ああ